国鉄マニ44型客車、国鉄マニ44-2004マニ44型は、日本国有鉄道が1978年から製作したパレット輸送用の客車である。鉄道小荷物輸送のパレチゼーション推進、老朽化したマニ60系、マニ36型などの取り替えを目的として、1983年までに161両が、 新潟鉄工所及び富士重工業で製造された。パレット輸送対応車の新たな標準形式として短期間に大量に製作され、休憩荷物車を淘汰しつつ、荷物列車、旅客列車への並結など後半に使用されたが、1986年11月のダイヤ改正で荷物輸送が廃止されると本来の用途を創出した。大部分は転用されずに廃車され、 波動輸送用として、少数が東海旅客鉄道に承継されたが、現在までに全車が除籍されている。従来より使用されてきたパレット輸送用荷物車、スニ40系、スニ41型をもとに、車体長を19,500ミ、mm、リメートルに大型化した形態である。屋根はワム8万系貨車などに類似する。 プレスカ高校反製の角型形状で、アルミータのプレスカ工品を用いた4分割の荷物扉を側面に設ける。荷役作業効率化のため荷物扉は、総開き構造になっており、荷物室部分の側面はすべて扉である。荷物室部分の側窓はない。こうした構造であることから、車体の強度を保持するため、大枠中量は中央部分の高さを増した漁服構造となっている。 車体の前後には、業務用扉、業務用室、車掌室を設け、後くらい、側面の車掌室に一段上昇式の側窓がある。妻面は三面折り妻構造で、左右下部に左右一体の標識等、中央上部に H ゴム固定の小窓を、中央下部に、隣車との往来に使用する、くぐり戸を設ける。一般的な旅客車両が設ける、貫通路は持たない。 室内の換気用として、屋根上にガーランド型通風機を4機、車掌室屋根上に角型通風機を1機設置する。外部塗色は、扉、屋根部も含めた、車体全体を青15号としている。室内はパレットを固定する脱着式の横棒が設置され、天井には作業灯を設ける。パレットの積み下ろしを容易にするため、 床面は従来荷物車のスノコ様構造を廃止、平床とされた。荷重は17トンで、国鉄標準仕様の B 型パレットを24個、積載可能である。台車は、新規設計の TR232 型で、50系客車用の TR230 型をもとに、軸バネ改良、ブレーキシリンダの台車枠側面設置などの変更が、なされた。ブレーキ装置は、 CL 方式自動ブレーキを搭載する。列車暖房装置は蒸気暖房と電気暖房を併設し、全車が2000番台の車両番号を与えられた。製作当初より国鉄各線区の荷物列車で使用されたほか、一部には旅客列車に併結され、新聞、雑誌輸送などに使用される運用も存在した。製作が終了した3年後、 1986年11月1日、国鉄ダイヤ改正で、小荷物輸送が全面廃止されると本形式は用途がなくなり、製造からわずか4年、長くて8年ほどしか経っていないのにもかかわらず、大部分の車両は全般検査を一度も受けることなく JR 以降の直前に廃車された。カートレイン名古屋用の車両を含む16両のみ、JR 東海が承継した。 上下の同列車に並結する、ユーロライナーと塗装を揃えた4両ずつを連結し、乗用車輸送車両として使用したが、運転終了で用途を喪失した。事後、トロッコファミリー号のトロッコ車両をオハフ17型へ、改造された2両以外は1996年までに廃車され、本形式は形式消滅している。オハフ17型への改造にかかる番号の、 新旧大賞を一家に記す。これらも2006年にトロッコファミリー号が廃止されると用途を喪失し、2007年11月5日付で廃車となった。ワム8万型などの貨車に使用する平パレットとは異なり、小荷物用のものはケージ場の筐体に移動用のキャスターを設けたロールボックスパレットの一種である。ありがとうございます。